ウバメガシの池垣垣根とは、敷地や庭などの区画として設ける囲い。一般に竹で編んだり組んだりした竹垣や、木を植えた池垣を言う。垣根は、家を外界と隔てるための境界に設けられる一種の壁である。ただ、完全に外部と遮断してしまう壁の場合もあれば、池垣や、比較的素に編んだ棒によるものなど、やや遮断性が低いものも見られ。 実質的に境界線を示すための目印に過ぎない場合もあり、その様式は多種多様である。また、言葉としては様々なものの内と外を隔てる境界線を指す。しかしこちらも境界はあくまでも概念的なもので物理的に遮断されていないものに対して用いられる傾向がある。例えば自我は客体にもよって主観と客観を発生させるが、これは 当人の主観における境界であり、決定するのは当人の価値観にも絡み、その範疇は無限でもあり、極小でもある。また境界線の内側は領域という。建築の上での垣根は建物の敷地を内と外に分ける境界線である。上に述べた通り様々な様式があり、目印に過ぎない、そなものから、ある程度外部からの侵入を拒む壁である場合もある。 垣根というと、積極的に外部からの侵入を拒む機能は持たず、むしろ比較的高さは低く、往来から敷地の中がうかがえるほどでしかないものを指す場合がある。かつて日本ではいわゆる垣根越しなど垣根の内と外でコミュニケーションをとるような様式があり、また世界的に見てもこういった背の低い境界線を示す様式もある。 庭などによる距離によって一定のプライバシー保護にもなっていた。しかし、社会の近代化にも伴って都市部では住宅が高い密度で隣接し合うようになった。狭い敷地いっぱいに住宅を建てる様式が一般化するにつれ、次第にプライバシー保護の必要性から密度が高い生垣や背の高い壁が必要となっていった。今日でも地方農村などには、 比較的素であったり背の低い垣根が残る。都市化された地域ではその密度にもより、背の高い壁が設けられる傾向にある。四爪垣カツラ垣竹穂垣。ありがとうございます。